どうもぴょこです。途中からだよ、マジかよ。やろ、マジかよ。もう終わってしまうがな、これ。おごそかにやっていきましょう。こっから目指そう、3位以内。いや、ちょっとこれ途中だからな、5位以内ぐらいかな。いや、でもそこは高く見とこうよ。3位狙ってこうよ、これ。3位って今な、何何何、22キルぐらい取んなきゃか。あと22ってことは、あと 21キル取るの、これから。大丈夫か、残り3分だろ、これいけんのか。頑張ってこう、頑張ってこうやないか。目標は高く持った方がいいと思うんだよね、俺いつもそう思うよ。これで5位とか言ってさ、変に中途半端に6位とか取るんだったらさ、まだ3位を取ってさ、4位だった方がまだいいと思うんだよね。まだどっちかっていうと、まだそっちの方がね、頑張った回っていうのがねあると思うからさ、そこにいるからこう、はって攻めの姿勢を忘れるべからずなんだよね。こうやって倒されてもさ、攻めの姿勢を忘れるべからずでさ、次に繋がるから、こういうのは次に繋がるからさ、すぐパパパッとさ切り替えてさ、どん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 行った方がいいと思うんだよ。敵は後ろからナイフ振られたって、こういうね後ろ振り返ったら全然いないっていうこともねありえるからね、そこは前もってねいろいろ考えてから、こう遠いところにはこうやってでも当たんないんだよね。当たりなんで、最終的には2対1でね、こうバン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 両側からね、そういうなった場合、どこを打っていいかが分かんなくなる。こういう場合、これチャンスだよ。これすごいチャンス、チャンス。後ろからそーっといけるんだ、これチャンスだけど、飛ばれるとこれもう何もできなくなるからね、俺ね。あー。終わっちゃった。終わっちゃったな。これ、終わっちゃったな。いや。Oh, you can't taste too bad. Yeah. 1キロしかできなかった。